はい、どうも皆さんこんばんは。ということで今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですねこちらのめちゃくちゃ可愛い胸ポケット服くんを皆様にお届けしながら、ちょっとね感謝の気持ちを届けさせていただきたいなと思います。まあ、なんでかっていうと、昨日の動画で僕の動画投稿本数1000本だったんですって今日の朝気づきました。あれ1000いってんじゃんと思って、何にもさ感謝の言葉もなければアクションを起こさなかったのと思ってなのでちょっとね今回だけ、感謝の気持ちを述べさせてくださいということで、やっていきましょう。本当はね、ちょっとね赤ちゃんをお迎えして感謝の気持ち言いたかったなっていう気持ちもあったんですけど、なかなか巡り合いが今のところなくてね。そうなんですよ。そう、まあやっていきましょう。そう、これがね青パパイヤの葉を食べてくれたらショート動画で出そうかなと思ってたんですけど、この時ちょうど福くん食べてくれなくてね、ちょっとこちらに差し込ませていただきましたということで、動画投稿本数1000本ってどれぐらいの期間なんだろうと思って調べてみたらね、2年9ヶ月ぐらいらしいんですよね。そう考えると僕、ほぼほぼ毎日、ほとんど休みなく動画を投稿させていただいているので、そうだから、そうやって頑張ってこれたのはもちろんこの子たちがいてくれるおかげっていうのもあるんですけど、見てくださる方がもちろんいるからなんですよ。だってさ、コメントくれたりとかさ、ツイッターとかでもいいねくださったり、本当にね、毎回のようにリツイートしてくださって拡散してくださる方がいたりとかね、僕もしょうもないコメントにコメントくれたりする方とかね、だから本当にね、そういった方がいてくれるから、僕は楽しく動画投稿ができるわけですよ。もちろん普通に見てくださる方、なんかさ、最近で言うとその視聴回数とかもそうなんですけど、動画の維持率っていうのも上がってるんですよ、実は。そうだから本当にそうやって、ありがとう、君も可愛いよ福くん、そういう方がね、少しずつ、本当に少しずつその輪が増えてきてくださっているので、そうだから皆さんのおかげですね。ということで感謝ちょっとさせていただきました。1001本目にありがとうございます。今後とも楽しく突っ走っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でも基本的にこういうほんわか動画が多いですけどね。あとは情報系の動画とかね。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。1001本ありがとうございます。ではまた。